それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、維新と国民の首相指名対応に立憲小賀淳が不満。ちょ、おま、わらをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、立憲小賀淳が維新と国民の首相指名対応に不満なのであります。以下引用。記事タイトル、立民小川氏首相指名で不満、維新と国民民主年頭に。立憲民主党の小川淳也幹事長は3日の BS 朝日番組で、特別国会での首相指名選挙をめぐり、日本維新の会と国民民主党の対応を念頭に不満をにじませた。首相指名権の行使は国会議員の任期中の最も重い仕事だ。衆院議員のうち70人が無効票に終わる可能性が論じられている。重大性を理解してほしいと述べた。中略。国民民主は決選投票でも玉木雄一郎代表に投票する方針だ。維新の馬場伸幸代表は石破、野田両氏のいずれも記名しない可能性に言及している。引用終了。全文はソースへ。立憲小川淳也幹事長、首相指名権の行使は国会議員の任期中の最も重い仕事だ。衆院議員のうち70人が無効票に終わる可能性が論じられている。重大性を理解してほしいとのことですが、国民民主党と維新はその重大性を理解してるから、国民民主党は決選投票でも玉木雄一郎代表に投票する方針で、維新は石破、野田両氏のいずれも記名しない可能性に言及しているのでは。補足ですが、今回の衆院選で比例票について自民党は533万票も減らしている。で、立憲はわずか7万票しか増えていないのである。アレな自民党から逃げた保守票などは、国民民主党がプラス358万票、参政党がプラス187万票、日本保守党が114万票という感じで吸収している。以上補足でした。この結果からも分かる通り、国民民主党さんが立憲野田佳彦代表に票を入れた時点で終わるんだよ。なので国民民主党は重大性をしっかり理解していると思いますね。補足ですが、衆院選香川1区で7回目の当選を果たした直後の立憲小川淳也幹事長は、2024年10月27日の KSB のオンラインインタビューで、今後の政局についてこのような発言をしている。立憲としては政権交代が最大の政治改革だという立場でこの総選挙戦ってきた。自公が過半数を割るということであれば、これに代わる政権の樹立に向けて当然努力するということになるという考えを示している。そして何であれば共通して戦えるか、最大公約数は何なのか、そして国民にとって選択したリウルにはお互いにどこを立て合うのか、そのためには私ども野党第一党が謙虚に丁寧に、こちらが腰を折り頭を下げ、野党各党に丁寧に向き合うということが求められる局面だと感じていると語っている。以上補足でした。そのためには私ども野党第一党が謙虚に丁寧に、こちらが腰を折り頭を下げ、野党各党に丁寧に向き合うということが求められる局面だと感じているとか言うてますけど、野党なら野党第一党に投票しなければいけないみたいな物言いで、謙虚さのかけらもなくて草も生えんわ。今回の上から目線の意味不明な小川氏の発言は逆効果に働くだけやとわいは思うわ。それからこの自公過半数割れの状況ってのは、是々非々を掲げてきた政党にとってはチャンスなんだよ。立憲さんみたいに与野党は対決するものだという考えのままではあかんのでは。立憲小川淳也幹事長の不満発言に対するネットのコメントがこちら。以下引用。国会議員が首班指名で誰に投票しようが自由でしょう。立憲民主党に魅力がないからこういう形になるんじゃないんですか。どれだけ失神中の虫がいると思っているんだか。まあ立憲を獅子に例えるのも嫌なんですがね。不満しか言わないでここまで来たからね。小川氏はら。別に維新も国民も立民を中心とした政権交代を選挙中にただの一度も訴えていない。原発ゼロを下ろすわけでもない立民が
何の政策合意もしないで俺たちについてくるだろうと思ってる。その醜悪な傲慢さは何なのだろうか。なんで立憲民主党はいたけだかで傲慢なんですかね。増長してますね。何の具体的政策もきっちりと押し出さずに小手先のくだらない政局ばかりにかまけてる。政権交代を望むなら安保、経済、エネルギー等の基本政策を国民民主に寄せるべきだよ。なんで同意が得られると思った。普通に維新と国民に受け入れてもらえなかったということです。問題は自分たちの方にあることに全く気づかないおめでたい連中ですね。それは彼の感想ですね。維新と国民民主には関係ない。立憲が国民に対して首相指名で不満を言っているようだが、首相指名で投票することは野田氏を信任することになる。しかし野田氏が唱えている経済政策には賛同できない。それでも首相指名に投票しろというのか。そんな馬鹿なことは休み休み言えと言いたい。左巻きは自分だけが正義で、自分たちが地軸で、自分たちを中心に世界回っていると考えているから、いつまでたってもこんなことばかりやっている。単純に政権しか頭にない人の集まりってことやな。もう少し内部から国民のための政策で勝負しようとまともな声は出んのかいな。権力志向にとらわれている政治家はもういいや、いらないです。立憲ってほんと人材不足なのか。うんな人ばかり要職にいるし目立つよね。協力呼びかける側がさこんな感じで何か上から目線だし、こんな言われようして協力したいと思う。禍根を残さなければいいけどね。多くの国民は小川氏が過去に2050年までに消費税率の 25% 引き上げ発言をしたことに不満なんですけど、野田小川は増税コンビ、身勝手極まりない立憲なんぞ。指名したらそれこそ民意に反する。いつまでたってもガキだな。もう少し感情をコントロールしろよ。なぜ自民党も立憲も自分たちがふさわしくなかったという反省と認識が生まれないのだろう。立憲に不満なのは日本国民だよ。わかんないかな。国民や維新に入れた人が立民や共産に入れたわけじゃないでしょうが、野党票を私物化するな。なぜに主導権を握れるか勘違いしたのかわからんが、野党なら主犯指名は立憲代表に入れろというのは立憲のおごり。現実見ようよ。そういう床屋で小川淳也は消費税 25% 派。信じられないけど本当の話。そういうところだよね。自分たちが一番、自分たちが中心。そんなんだから棚ぼたでしか議席が増やせないんだよなぁは分かってないと思うけど、自分の都合に合わせてくれないから不満だというのはどこでも通じませんよ。いいぞ。いかに立民に票を託すのが無意味か、これからも PR 続けてほしい。野田とかけるくらいならそもそも新党を作らず合流してたでしょうに。何がしたいのかビジョンを示せ、引用終了などの声があった。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。